サフォーノフの肖像が描かれた記念ギッテボリス、フェオクチーストビチ・サフォーノフは、ソビエト連邦の軍人、パイロット。階級は、新英中佐。ムルマンスクの星の通称で呼ばれ、独祖船で、エースパイロットとして活躍した。ソ連邦英雄を二度受賞している。サフォーノフは、1915年8月26日に、トゥーラ県のシニアビの村で生まれた。 7年生学校を優等な成績で卒業後、工場風俗少年職業訓練所のある鉄道学校に入学する。1930年にはコムソモールへ入り、核空気訓練所に学んだ。そして最も優秀な学生の一人として、オソアビアヒムに配属された。そこで、彼の教官となったのは、後に、ソ連邦英雄となるアレンチナ・グリゾ・ドゥボワであった。 1933年にはすでに航空クラブを無事、卒業しており、サフォーノフはカチンスク航空学校で学んだ後、白ロ,ロシア軍艦区へと向かった。赴任する地域を問われると、サフォーノフは即座に北方を希望し、北方艦隊の海軍航空隊へと配属された。彼は第72混成航空連隊長となる。独祖戦が始まるとサフォーノフは、 ポリカルポフ I-16 のほか、ホーカーハリケーン、P-40E キティホークを操縦し、空中戦で功績を上げていく。ドイツ兵の間では、空にサフォーノフありとは、ドイツ人パイロットは基地に帰還しろという意味だという、言葉が飛び交うほど有名となった。1942年1月の初め頃までに、戦闘赤旗勲章を二度受けている。 1941年9月15日、サフォーノフ率いる7機が52機の敵機との戦闘に入る。ドイツ側は13機を失い、サフォーノフたちは無傷で飛行場へと帰還した。同年9月16日にはソ連邦英雄を受訓。1ヶ月後に司令部はサフォーノフ少佐に再結成された第78戦闘機航空連隊を委ねた。 1942年1月22日、サフォーの府は3度目の戦闘赤旗勲章を受ける。同年3月の初めには、イギリス施設団長マクフォーラン中将が4名の北方艦隊パイロットに大英帝国で最高の空軍勲章である空軍主君十字章を授与した。その4名の中にはサフォーの府もいた。1942年3月30日、 新鋭中佐であり、第二新鋭航空連隊長であったサフォーノフは、編隊長として、レンドリースプログラムにより、ムルマンスクへ向かっていた、輸送船団、PQ-16 の援護へと飛んだ。劣勢の中サフォーノフは3機を撃墜したものの、自らも被弾し会場へ墜落、戦死した。26歳遺没。対戦を通じた彼の個人スコアは25機 共同で産気であった。1942年7月14日、ソ連邦最高会議官部会はサフォーノフへ二度目の金星賞を与えることを決めた。彼は、独祖先では唯一、ソ連邦英雄を二度受訓したことになる。これは、例外的なことだった。現在でもサフォーノフは、ロシア国民に英雄として慕われている。 サフォーノフの登場した、I、I-16 サフォーノフの登場した機体のうちの一つは、サンクトペテルブルクの中央海軍博物館に展示されている。サフォーノフは、北方艦隊第二深夜アカハタ航空連隊の永久隊員に列せられ、同連隊は、通称、サフォーノフ連隊と呼ばれた。2005年12月、ロシア海軍唯一の関西戦闘機航空連隊に、 サフォノフの名前が授与された。元軍人国際社会団体、マルス・メルクーリーにより、BF ・サフォノフメダルが制定され、ロシア海軍航空隊司令部の同意により、毎年海軍航空隊裁量のパイロットにこのメダルが授与されている。税、1976、317、R、ファイ、30税、税、税、 1974-208税1979-286税税税 1983-296pq-17-2008-512 税ファイ税1992 48から49ファイ税1984-96税 ファイ、ゼー、1983、116、ゼーゼー、ゼー、ファイ、ゼー、ゼー14、1942、ゼー、ゼー、1942、31、ありがとうございます。